中田翔、2割9分、6本、14点、OPS、864、出塁率、373、WRC プラス159、こいつ。最強やん。お前が必要。なんで今年こんなに覚醒してんの？フォーム見たらわかるやん、インサイドアウトのゴンゲ。打たなくなると全く打たない、終わってみれば、2割4分。大谷翔平打率2割9分4厘、7本、18打点、OPS、897、出塁率、355、似てるやん。うまかった気がするけど今はなお守備扱いされるレベルなん。パリーグでは打てない4番目の男と言われた中田がセリーグ行くとこのレベルか秋山が無双するはずだう。なお防御 0.0、いてもいなくても同じ。なお守備とか言ってるやつ正気か？初戦叩いているやつなんてこんなレベルなんやろな。去年も普通に活躍してたんですが、今年の UZR はかなり悪いな。去年も可もなく不可もなくって程度やな。才能ありには守れてるんやろけど。吉川調子悪くて他の範囲狭いやつ使うなら1、2塁間抜けまくりそう。中田の守備のミスで負けたような試合は記憶にないな。むしろ抜かれてたらヤバかった試合の方が多い。普通のファーストなら飛び込まずに取れる打球を飛び込んでるから上手く見えてるだけって気づかない方が野球知らんのやで。感覚よりデータ見ろよ。範囲とかは狭くなったかもしれんが捕球やバント処理やゲッツーの取り方は上手いから、ファーストならそっちの方がデカそう。UZR に捕球能力は反映されないので、守備範囲狭くて今年はエラーが多いので低くなるのは必然。ファールフライを取るの上手いのでこれが増えるとなぜか UZR が良化するかも。ファースト守備はそこも最低限必要だけど、それ以上に内野の送球さばくことが重要。ファーストを守備範囲を重要視した指標でしか判断しないのは違うでしょ。あくまで指標の一つとして見るくらいがちょうどいいよ。新球場のこと考えたら生え抜きスターとして日ハムに追ってほしかったな。でも外野から要内野になれたようなファースト転向失敗する外野手多いのに。ようやっとる将来は我が分読売ジャイアンツにふさわしいな。レフトでレーザービーム投げてた中田好き、ファースト中田嫌い。中田翔はようやっとる。こちらは野球速報チャンネルです。あなたの持っている野球知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。